エイジ、間に合ったわね。パガンの放送が始まる。何についてだ。さっぱりだよ。だがすぐにわかる。キラットの市民よ、まずはじめに報告するが、私が死亡したという知らせは完全な誤報だ。この通り、私は生きている。だが人生に変化はつきものだ。そして皆には私を見本に変化を受け止めてほしい。簡単なことではない。だが諸君にはできると信じている。私の周りでも最近変化があった。ミス・ヌーアとポール・デブルールという長年の仲間が退職することになった。彼らの今後の活躍を皆も願ってくれることだろう。そして我々も彼ら同様全身あるのみだ。私の命を狙った行為は変化への抵抗に他ならない。安心したまえ。なぜなら最高司令官で鉱山採掘の統括者でもあるユマ・ラウが暗殺者どもの前に立ちはだかっている。命を捨ててでも私を守るだろう。自由に試してみるがいい。彼女の決意のほどをもう一度言う。変化はいいものだ。受け入れろ。王は生きている。喜べ。そしてユマが見張り役として待ち構えている。かかってこい。挑発してたよな。鉱山よ。分かってるわね。はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファークライ4ムービーからスタートしてゴールデンパスミッションやっていきます。ミッション報復。パガミがね、あれはもうどう見ても挑発かましてきてるのでね、ユマが立ちはだかってるのでユマを倒さないといけないのかな。金鉱山、金鉱跡か。どこだ。あっちか。ちょっとそこの車をいただこう。プロパガンダがある。はい。ユマの第一印象が悪いせいで私がよく代わりに謝ったものだ。あの人当たりの悪さは一種の才能とも言える。君たちともっと仲良くなれればいいが、聞いるな。私の成功の大部分を支えた人物でもある。おい、海外のバイヤーとの取引、ヌーアとデブルールの関係、聞けなかった。逃げよう。さらに軍の投入まで。だがこのところキラットの迷信にすっかり心を奪われてしまっている。そういや、絵だかなんだかを探すために山に調査隊を送り込んでいるのを私が気づかないと思っているような。いて。部下の士気を保つためならそれなりの損失は許す。だが本質から多くの点がなくなるようなら誰かの手を切り落とさなければならん。もう降りよう。さあこの先かね。こっちにはね、とんでも機関銃があるからドンパチで負けはしない。ユマを探せ。ユマがいるのかも。暗い。スバルジア鉱山なんかある。ユマ将軍。ユマを探せってことはどっかにいるのか。これナイジェル教。おお、すごい鉱山。鉱山跡か、これ本当に。
サンスクリットの巻物。ん、あれ。あれなんだ。ここは私のシャングリラ。え、かなりグって。タガーはお前に私を殺させるつもりだというのか。これだけ尽くした私を。お前の不死だな母親が現れ、あれ武器出すね。誰も歯向かえなかった。だがお前の母親の、あの女が。かなりグってシャングリラの人だったよね。武器が出せなかった。機関銃をぶっ放すね。これはあの捕まった時も韓国で見たな、この黒い煙。 AJ の追加連絡、警備員殿へ。母、サバル、あ、え、一般ピッポ殺してる。え、同じことずっと言ってる。え、これはこれは 血なのか、この赤いのは。あの女のせいで今の意志は揺れ、ただニヤニヤ笑うだけの男になってしまった。ニヤニヤ笑うだけの男。あの日から王で亡くなってしまったのだ。ただの壊れた弱い男になった。またサバル、一般人の死体捨ててる。え、サバル。お、グラップル、グラップルできるのか。グラップルができる。あ、今ユッマ、あ、あれ、これシャングリラの武器じゃん。ゲートを破壊しろ。なんか敵いるけど、ヘッド。ヘッド。いて。はい。当たんない。矢は無限だ。これ撃てるのか。あ、バガツル。あ、おい。ハンター。え、何？いって。テクダウン。テクダウン。使用はできるけど体力ゲージがないな。これ壊して、こいつも壊して、あいつ、あれも壊して、これもまだ奥に一つある。あ、これもか。はい、スロー。はい、あ、下手くそ。よし、これも壊して、こっちも壊して、これも壊す、壊す意味ないか、これで壊せるか。よし、なんか入ってきる。え、あれ、私は自分を騙してきた。彼は立ち直ると、立ち直らなければならないと。でも違う。あ、グラップルか。グラップル。私は
お前にも壊されるつもりは全くないんだ。あ、行き過ぎ。ノノ、どっかにグラップル。さてこれどうなってんだ。ちょっとふつうは入らない場所にいる。あっちにグラップル。なんとかなった。あっちにグラップル。そっちにグラップル。これ今どこにいるんだ。これどっか別の場所にグラップルできるのか。これどうしたらいい。上に登ってきた。あっちに行けばいいのか。勢いつけて行けるな。はい、うわグラップル。あっちか、ターザンみたいな。グラップル、グラップル外す。またサバルだ。いて、え、何してんのサバル。ユマはどこ行った。いた。お手あげよ。あ、消えた。どこ行った。お遊びがここまで。なるほど。何が欲しいか分かってる。おもちゃはダメ。え、今がまた二人。待って、これシャングリラのあれじゃん。やれやれ。え、え、かなりを倒せ。あ、か、違う、狩り殴か。あれ、これまででもしかして読み間違ってた。で、体力ゲージがないからこまめに回復しとかないと。痛い。あれか、そい、テイクダウン、テイクダウン、ゴー。まだ生きてる。動物が来た。はい、よし、テイクダウン。あっち、治療。やばいやばい。なんかいるぞ。おい、カナリグじゃない、これ。うん、これ、こいつか。テイクダウン。どうだ。おう。
あれ？あれ？ユマ？え？ユマだったの？報復ハットトリック、ユマは倒した。サバル、ユマはやったぞ。バナシュールを称えよ、キラ様の望みだ。え、サバル、お前のもたらす変化を誇りに思うだろう。次はパガンだ。全てが終われば我々は自由だ。え、サバルのあのあれは一体何だったの？サバルが宗教推しで、アミータが薬物推しだったけど、何、宗教関連で住民殺したの？報復をクリアしてアンロックできるようになったスキルがこれ。これを取っちゃおう。あとはこれか、報復部隊。さてと、じゃあもう一回ゴールデンパス行ってみよう。俺はそうなると予想してたさ。アニータが勝つって。正直なところサバルは何を与えてくれるか考えてみようか。今までと変わらない、インチキ宗教の古臭いしきたりのことしか言わない。その一方でアミータはどうなんだって。実用性のあるもの。なんかラビレラナが全力で全力でアミータを押してるんだけど、プロパガンダがあった。さあここでインタラプト。やあバトラ。あら、タルンマタラと呼ぶべきかな。バドラでいいわ今は。どうした？ジャレンドゥ寺院を抑えた者がゴールデンパスの指導者よ。キラットの未来は危うく、私はアミータとサバルの板挟み。二人が揉めるのを見たでしょ。アミータは寺院を破壊したがってる。キラットの女性を解放するためだし、タルンマタラのような古い伝統をなくすためでもあるって。タルンマタラはいいことじゃなかったのか？サバルはそう思ってる。寺院を制圧して儀式を行い、私をタルンマタラにする。強くなるためには伝統を大切にしなきゃいけないって。バドラはどうしたい？キラットを解放したい。でも私には決められないわ。アミータもサバルも互いを認めないから。あなたが頼りなの。キラットに変化をもたらしたあなたにゴールデンパスも従う。でも忘れないで、あなたがジャレンドゥで味方した者が間違いなくゴールデンパスの指導者となる。そしてパガンを倒した後はキラットの支配者になるの。オーケー。どうしたらいいか分かった気がする。ありがとう。ん？アミータとサバル。また分岐か。アミータの話を聞いてみよう。なんか、サバル、やだな。なんか人を殺してたのがあって。あれ、幻覚だったのかな？ジャレンドゥを破壊するってバドラから聞いた。単に寺院を破壊するんじゃない。みんなにメッセージを送るためなの。キラットの新しい時代、もう過去にとらわれなくていい。タルンマタラがなければサバルの本性があらわになるのよ。遺跡にしがみついてるただの愚か者だって。売り払えそうな貴金属は全て集めてちょうだい。でも寺院そのものは粉々になるまで破壊して。タルンマタラを破壊したい。あ、違う、間違った。タルンマタラじゃないや、ジャレンドゥ人を破壊したい。とりあえずサバルのも聞いてみよう。
サブル。アミータがジャレントに密告じゃん。仕掛けるらしい。愚かなメス犬め。パガンだけでも厄介なのに、あの女自分から破壊する気なのか。愛想が尽きた。何があってもジャレンドゥは守る。キラットのために、モハンのためにも、寺院を守り、バドラを清め、人々を統一するんだ。サバルが守りたい派。よし、破壊したいからアミータにしよう。そしてバドラがかわいそうだからアミータにしよう。承諾。文化戦争。さてどこに行けばいい。ジャレンドゥ寺院。寺院を破壊する前に金の保管庫を見つけて確保してちょうだい。金の保管庫。もし援護が必要ならゴールデンパスの兵士たちを送るから、信頼できる兵士よ。ありがとう。前に見たところだな。あれがジャレンドゥ寺院。用ができたら基地を攻撃するわ。一緒に乗って行ってもいいし、自力で行ってもいいけど。一緒に乗ってこう。襲撃戦が始まったら私たちも突入するわ。あ、これはあれだ。誰だっけ、誰だっけ、名前忘れた。あの キューバに行った人の片身。何なのあれ。はい。あ、当たってない。よいしょ。よし。あ、痛い、待って。バズソー痛い。スナイパーどこ、いた。治療して、固めの敵がいるぞ。すごい。うん、増援呼んでるのか。ステルスでも行こうと思えば行けたんだな、これ。エロステルスでは行かない。よし、ヘリが来てる。リロードして。どっから来てる。いた。よいしょ。うん、あれ外れた。もう一丁。あ、外れた。ちょっと待って、これ高いんだからさ、これ高いんだよ。はい。え、通ってった。あれ通過するんだ。まずそう。よし、よし、もう一人いるな。仲間がやられた。ロード、弾が持ってさあ下にも敵がいるな。よし、強い。待って待って、見えない見えない見えない。よし、こっちか。ん？これ？ん？これただの。ただの警報器か。まだ上に敵がいる。来てるな。よし。よいしょ。よし。あ、鳩場。この武器さえあれば何も怖くない。ん？鳩場って下か。あ、これ下の潜れんのか。下潜って。お、金か。え？迷うな、ここ。どうやって。敵が来てる。あ、これか。よし、爆弾。
敵がまだたくさんいる。よし、爆弾全部上か。ちょっと残って、すごい。よし、そして爆薬上か。ここにも爆薬と。よし、退却。爆弾の設置はもう終わったか。船に戻ってくれ、今すぐ。そい、爆薬は OK だ。花火が上がる時のあいつらの顔を見てみたいもんだわ。上出来よ、AJ。護衛、銃座に着こう。ボートにも積み込んで準備完了。あとはあなた次第。敵、あれか。ほら、ヘリ。待って、資料、おー、爆発した。サバルがおこだよ。敵がたくさんいる。お、跡形もなくなった。敵がいるな。痛い。よし、まだ来るな、これは。バガーツ、仲間がいる。ヘリが来てるな。おらおらこいつ落ちねえ。治療、落ちた。よし、 OK。 文化戦争。いいぞ、見た。ありがとう、エイジ。サバルの影響力も消えたし、バドラもタルンマタラとかいうイカれた。アミータがゴールデンパスを引いてく。サバルが私たちを閉じ込めようとした穴蔵から脱出するための資金も手に入ったわ。ああ、新たなキラストの始まりよ。え、ヨギレジまた来た。さて、今あるクエストはアミータとヨギレジ。またヨギレジが。よし、じゃあ今回ここまでにして、じゃあ次回ヨギレジをちゃちゃっと済ましてから、じゃあまたアミータのミッションやっていきたいと思います。じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。